5月28日金曜日曇り。みちくんの方から話しかけてくれました。こうやって話をできて嬉しいですよ。聞きたいことがありますので。私もみちくんに聞きたいことたくさんあるよ。僕は悲しい気分のまま裏切り者みちくんに返事をしました。そうですか、ではそちらからどうぞと余裕の態度を見せています。じゃあ聞かせてもらうよみちくん。なんでアノニミティなんて名乗ったアノニマスメールをくれたの？まず一番に聞きたかったことです。それはサッティさん自身がよくわかってるんじゃないですか。何が言いたいのかはわかるよ。私がたけしさんを殺したと思ってるんでしょ。でもね、私じゃないの。どんなに疑ってもこれは事実よ。本当にこれだけは事実なんだ。きっかけを作ったのは確かに僕だ。でも実行犯は遠藤智久なんだよ。じゃあ誰が殺したんです？これにはこう答えるしかない。話せばとっても長くなるよ。なるほど、とりあえず今日はここまでにしときましょう。また明日。そう言ってミキ君は落ちました。まだ僕のことを疑ってるだろうな。こればかりは仕方がない。明日時間をかけてじっくり説明するしかないな。今日は短い会話だったけど精神的にかなり疲れました。遠藤智久の時と違ってミキ君のままだからかな。裏切られるのって辛い。